はい。侵入します。何すか何すか。ということで、今回はちょっとロケマさんの家に突撃ということで。はい。何すか何すか。まあまあまあ、ルームツアーですよ、そら。見せてくださいよっていう。急じゃないですか。何すか。急やからおもろいっていうね。いや、それはわかりますけど。うん。いや。もう来ちゃったんで、もう。まあ別にどこでも。これ入れた時点でもう。これ、ロケマさんこれ何あ、さ、あの、なんかファンの人からなんかシールとかもらったんで、じゃあ貼ってるんですよ。え？え、ここのところにも貼ってますよ、ほら。え、俺前の家も貼ってたんですよ。前の家も貼ってたんですけど、なんかそのシール結構もらうんで、貼ってましたね、自分で。おおおお、すごい。なんすか、なんすか。キッチンと。あ、ソファ届いた。これ、あれっすよ、そうっすよ。みんなに買ってもらった。もう全部イケアっすからね。あ、ほんまや。あ、これイケアなんや。全部イケアっす。で、あの、伝説のあの、大型テレビ。おお。はい、こんな感じで置いて。すごっ。これスマホできますからね。ここでこの大画面でしとったもんな。あ、しましたね、名人と一緒に。まあそんな楽しくないっすよ、俺ね、来ても別に見るもんないっすよ、本当に。まあここは前さんの腕の見せ所。まあ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 、あるでしょう、絶対に。これ何なんですか、これメインチャンネルなんですか。メインかもしれんし、まあ取れ高によってはメインにやるっていう。絶対ないでしょ、取れ高。取れ高による、よるとね。取れ高はないでしょ、見てください、これ。ほら、あー、ちゃんと光るね。ちゃんとほら、ほらね、最強生物いるんだから。馬。馬ですよ、それ。エルメスです。まあ、あっちもね。これ何？ブランケット。何ですか？この、なんか、フィギュアみたいな。これなんかガチャガチャで当てたんですよ。飾ってるっていう。こんなに、やるこの一人。やりますよ。これ買うこんな。買いますよ。ちょっとなんか名人の匂いするぞ。いや、しないでしょ。ちょっとするぞ、これ。しないで普通に。イメージが、ロケちゃんのイメージが。あ、これ、ミッキーもらったやつや。え、どうですか？あー、そうっすね。それはそうっす。使ってる。はい。名人の彼女のあんな人じゃない。あれあれ。そんなことある。あれ置いてもらったっていう説ですか。2回目。まあでも本当マジで何もないですけどね。だってなんならまだその引っ越してからまだそのなんていうの、2週間ぐらい3週間ぐらいなんですけど、まだその組み立ててない家具もありますから。物置いたらやっぱちょっと家変わってきてるな。あ、そうっすね。前の家に戻った感じちょっとあるもんな。うん、やっぱり。まあでも前よりちょっとおしゃれじゃないですか、なんかこっちの家の。これ女の子じゃない。え、いや俺違う。え？あ、違うか。どうでも俺のピアスなんですよ。これ今まで使ってたピアス片方なくなっちゃったんで置いてる。え？いや俺のだろ、どう見ても。怪しい。え、じゃあ冷蔵庫とか？冷蔵庫見てもらっていいですか？あ、かかってみて。もうびっくりしますよ、中みたいな。本当に。いや、まあ全然。マジでびっくりします。こっちから開けるもん。なんもない。なんもない。なんもないっすよ。ほんまになんもないっすよ。なんならちょっともうこぼしてるしな。あ、それなんかネギトロしてなんかスーパーで買ったんですけどクソまずかったです。そのままアイスとか、あ、人参がある。なんか人参、人参じゃないこれ。あ、人参ですね。無人島は関係あ、そう、無人島持って帰ってきたんで。あ、ピノや。あ、コンビニ買って。あ、もうなんもない。あー、ピノ、ピノ好きなんやな。え、これ何、これホグノーツ。あ、それあの母親にあのこの前熱出してもらった時にアイス買ってきてもらったんですよ。ヨギボー座ってもらう。これね、あの、え、ヨギボーなんかあったっけ。アクセルもらったんですよ、これブルー。あ、かっこいい。あれ、隣になんかすごい人アクセルもらったんですよ、これヨギボー高いっすよね、しかも結構これ結構多分いいじゃないしますよ、うん、ヨギボーマジそうなんや。多分俺の家にあるでかいやつとかでも10万ぐらいするみたいな。高、まあ、あれ確かになんかでかいもんな、口にさばさばる。まあでもね、これはもう本当に5回ぐらいしか座ってないんで、基本的にこっち座ってるんで。こっちはそう。まあでもこれはなんかそのね、マイさんとか来た時に座れるんで。マイさんそこなの。マイさんここ。こっちやろ、絶対。まああと、リビングに結局この洋服かけ作っちゃったっていう。あ、結局これリビングに置いた。置くと思うんですけど、もうめんどくさいんでやっぱり。まあ楽やもんな。そうなんですよ。俺の家もだってこれ、阿久さんが買っていただけるから。そうですよね。あれ便利ですね。確かに便利。普通に。うん、すぐ消えますからね。これ全部リザーの。いやでも、いや、もう9割リザーですね。ボアもあるし、パーカーもあるし。だこれ、第8弾ですね。ああ、8弾、ほら。ほとんど黒やもんな。そして、もう全部黒やんていうか。ほとんどというか、もう。あ、まあ、前さんが。冷やすやつ着るよな。バーバリー。いや、そうっす。だからもうスタメンして、俺のこれ。スタンディ。ここ、これいつもここにかかってたんで、これ。ちゃんと。まあ、どうなる？そういうもんや。いや、そうなんです。全身黒やん、ロケさんでも。なんで着ないんだろう。え、なんか、寝巻きみたいなのないんや、その。あ、寝巻きこれっす。え？あ、第8弾のセットで寝てます、いつも。ちょっと残念があるように。あと、あのリザードの長袖あるじゃないですか、普通のその長袖、あれで寝てますね、 T シャツとか。ああ、はいはいはい。俺は寝、リザード寝ま、俺は寝巻きはリザードなんで、うん、
へぇ、エアギリザードっすね。おしゃれやってすごいよな。だから小田家とか毎回服変えてくれや、うん、考えれへんもん俺。確かに小田家はそんなの好きっすからね。俺と近づいて見てください、この黒さ、うん、だからそのさなんかその思考停止して服を選ぶ方はなんかそのマークバック、マークザッカバーグ方式だよ俺ら多分。マークバーグ、うん、フェイスブックの創設者。いや、俺は普通に同じぐらい生き続けるっていう。あ、なるほどね。でも金持ち結構多いんですよね、そういう人。なんか同じ服を7着買って、それ交代交代でも同じ服しか着ない。だから、服を脳死、脳死してるらしい。時間がもったいない。もう選択を。理論的に、あれらしくて、脳 のキャパシティが100あるとしたら、うん、服選ぶのに10使っちゃったら、そこで10消えるから、服選ぶことに脳を使わないっていう選択らしくて、そっちの方がパフォーマンス上がるみたいな。うん、そうなんだ。そういう人おるよな。めっちゃない人が言ってるみたいな。怪しいやつですよ。ただの。やばいでしょ。これなんかその、これビトン来た時に、あったんで、めっちゃいいっすよ。面白いと思ったんですよ。ここにレビトンって入ってるの。横、横に入ってますね。ヘアバンドなんですか、それ。20万近くするやつじゃん。耳当てらしいけど。でもあったかそうっすね、めっちゃ。耳当てらしい。あれっすね。ビトン唯一の耳当て。10万。面白いなと思って、なんかネタで買ったなと思って13万。たっけ。高っ。普通のキャップより高いじゃん。キャップ2個買えるやん。そう、確かに。この上下関係がいい。まあ、こんなもんじゃないですか、もう。いやいやいや、全然寝室とか見せてよ。あ、寝室ね。寝室でもあれっすよ。ちなみに言うと、あのまだ引っ越ししたばっかで、なんか段ボールと片付けてないんで、めっちゃ段ボール入ってありますね。あ、ちょっと今暗いですね。ああ、ここだから置いてない、結局。何も置いてないっすよ、マジで。こっちにしたやん。ああ、そうなんですよ。こう移動させたんですよ。そのね、マジきつくて、ここ。なんかみかんの匂いする。ここに置いてたらマジきつくて。換気扇の匂いするな。うん。あれ、何の匂いこれ。アロマ。普通多分香水だと思う。あ、ビトン。そこは置いてたんですけど、ガチきつくてこっちに移動させたってだけなんです。ここでインスタライブやってんの？いや、ほら、こっちでやってましたね、こう前回やった時は。あ、そうなの。でもこっちの画角になってからまだ撮ってないですね、インスタライブ。でこれまだちょっと引っ越しの残骸が入ってるんで、ここにちょっとね。片付けたいってへんねん。まだ片付けてない。これはなんの？パソコンの？あ、そうか、Mac 置く時の土台ですね。へぇー。コントローラー。え？コントローラーですね。滑り止めないの、コントローラー。あ、これなんか本当は、あの、扇風機がついてるんです、裏に。で USB つけるとなんかその扇風機が出てあのパソコンを冷やしてくれる。あったかくならんようにするんや。まあそんぐらいですかね。あとこれ IKEA の照明。あ、そうです、これも IKEA の照明で。へえ。まあ明るさ調整できるんでね。懐かしいな、IKEA 行ったのかな。いや本当そうっすよ。結構前な気がするもんあれ。いやでもあれマジ本当助かりましたからね。あれでだってもうリビング全部 IKEA ですからね。ソファーから何までテレビ台なら。社長のおかげ。ああ本当に。じゃあもうあとあれ。あの風呂場、風呂場洗面所。ああ洗面所ね。一番怪しい部分やな、そこは。いや何やなんですか。大丈夫っすよ、そんなこんなもんっすよ。えああ、これ使ってますよ、ブライドビューティー。マジでやばいっすよ。見てろ、使ったんやろガチ。え、俺しっとり派なんで、え、マジでえぐいぐらい俺多分ね、ブライドビューティー多分誰よりも使ってる自信あるんですよ、本当に。それはないよ。それはうるさい。それはうるさい。ヒカルさん次ぐらい使ったんすよ。俺ってもう2本目折れますよ、これ。俺3本目。前さん塗りすぎやつだからテカるんですよ、顔マジで。これ可愛いよ、この歯ブラシの。これ可愛いですよね、これもらったやつなんですよ。リザードビューティーも結構やばくて、これなんか裏事情を話すと、うん、なんかそのアットコースのなんとか賞みたいなのを新人賞みたいなのを受賞したわけ、はいはい、ネット部門と店舗部門、はい、でそのアットコスメ史上その普通そういうの受賞したら、はい、まあ押されるわけやんか、アットコスメの中で、うん、確かに。だからめっちゃ売れるらしいんやけど、うん、俺らその一番売れるタイミングで在庫がなかったから、最悪のアットコスメ側が言われたのは、うん、これって本当に、あの歌詞で言ったら FNS 受賞して辞退したのと同じです。いや正直あのリアルに、あの少なくとも見ても数千万から数億損してますよって言われて、そうそうそう、だからほんまにガチの売り切れだったから、何とかしたよ。それもその売り切れ商法みたいなんで売り切れたわけじゃなくて、ガチで売り切れたから、はいはいはい、ほんまになくて、で最近ちょっとあのサブスクの解約部分だけ補充して、あ今多分ちょっとだけ売られたと思うけど、確かに本格的に次在庫追加されるのはこれもう2月の末とかやから、これそうだから本場やったらめっちゃ売れちょっとはずやん。やば。そう。だから全部損したっていう。だからサイト行って新人賞のとこ行ってももうないから、これが。ガチいいっすよ。これあれじゃん、メンコスやん、これ。そうなんですよ、メンコスです。懐かしいな。懐かしい。さんが前やってた。メンコス俺持ってるんで。これ2つ、しかも2つ持ってて、これなんかこの。タイプが違うと思う、これ。そうっす。このサンカット BB ってやつなんですけど、メンコスの。これがトーンアップ。これがナチュラル。だからまあ、こっちの方がちょっと色が明るいみたいな。これファンデーション。ファンデーションっす。ニキビできた時とか隠せんやん。はい、あと青ひげとかね。これだからニキビ隠せるんや。ニキビ跡とかも隠せるんで。
マジめっちゃいいんですよ。メンズコスメのやつなんでね。まあ、マジでメンズコスメ来とるからな。ほんとそうっすよ。時代が来たんやけど、ほんまに。なんか韓国のあれが流行って、はいはいはい、韓国の人って化粧するの普通やん。だからもうマジでそう流行ったらしい今。しかもね、これ厚塗りしなくていいらしくて。まあ、しないみたいな感じで。普通に薄く塗って。日焼け止めの効果もあるやん。あ、そう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 。そう、 UV、そうなんや。そう、だから結局大事。めっちゃ便利なんや。まあ、確かに、まあ、しかもメンズって歌われてますからね。だって男の子が買いやすいよ、うん、まあ、美容男子が増えてるから今マジで。いや本当そうっすね。もうファンデーションつけるのはもう全然当たり前じゃないですか、うん、もう言ったら今なんて。もえファンデーションでもエクステってあんまつけへんよなみんな、うん、あでもミキ君確か塗ってますよね。あそうなんや。塗ってます、塗っても分からんレベル。分からんもん。いやだからそういうレベルだ。ミッキー鬼肌綺麗やと思ってたもんずっと、うん、でも綺麗もんな。綺麗でも塗るんですよ全然。あそっちの方がより綺麗に見える。そうそうそう。だってやっぱその顔色とか悪くならないし、目のクマとかも隠せるじゃないですか結局。確かに。そう。まあ、確かにな。最近俺もあんまファンデーションやってないけど、うんうんうん、まあ大事な。マジで大事ですね。効果あるから。そうそう。一回マイさん使ってみたらいいんじゃん、一回試しに。ああ、効果ある。いやほんまガチで。いや一回一回だ。一回一回。まあマイさんってナチュラルのいいんじゃないですか。じゃあさすがに。どんなものかっていう。手のこの。だからその肌の手の甲とかにだから乗せて、まあ。量的にはどんぐらいですかね。まあ、あ、こんなちょっと暗いけど大丈夫。ちょっと暗いですかね。もう一個出してみます。え、これで色比べてみますか。いや、塗ったらダメですよそこに伸ばしたら。あ、前さんこっちはいいですかね。このちょっと明るいですね、うん、こっちの。あ、なるほど。ほとんど、まあ、ちょっとだけこっちの方が明るいんか。そうですね。ちょっとだけ。これを塗りたいところだけ。だからこの辺が明るいから。まあ、鼻の横とかちょっと赤い赤み出るじゃないですかやっぱ。確かに確かに。みんなこことか。そうそう。この辺。ああ、そう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 、うん。これ消えるんや。そうっすよ。だからもうそれで色が。だからあと時間経ったら肌に馴染んでくるんで、そうそうそう、まあ、今はちょっとそうですね、あの、浮いちゃうかもしれないですけど、ここの辺とかね。あ、そうそうそう、自分が気になる赤いところを塗って、うん、あ、でも確かに消えた。いやちょっとこのほっぺたの方、こっち側やって、こっち側。あ、ちょっともうちょいつけよう。ちょっと赤いところが、あ、やっぱ消えるもんな。あ、でもこう見たらだってマジで本当に綺麗になりますもん。ほんまや。うん、え、俺もやろうかなこれ。え、全然マジでありっす。前さんって結構ちょっと赤み出るタイプじゃないですか。出る出る。え、だからマジで本当に全然ありだと思います。いやこれ最初やっぱなんかそのやってない人ってこのベタつきが嫌やないってやっぱ男って、うん、でもこれ慣れたら大して気にならんだねんな。俺めっちゃ綺麗なんだよ。めっちゃ綺麗なんだよ。めっちゃ綺麗なんだよ。すごっ、うん、すごいよメイクって。え、すごい、うん、これ塗るだけやもん言って、その全部馴染ませて。そう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 。で帰ったらメイクってやっぱ結構佐々木さんのことやった方が結構複雑なもんやと思ったから俺。あ、全然っすよ。やろうかな俺も普通に、まあ、それだけやったら簡単よな。そう、塗るだけやもん。その前さ左の鼻やってみて。左の鼻ちょっとなんか黒ずみみたいな。 そこ消せるか。どう。ああでも消えてきたなちょっと。うん、うん、前さんあとちょっと塗るの覚えた方がいいですね。結構塗るの下手くそなんで塗り方っすね。あとまあスポンジとかでやってもいいですよね。だから手でやるんじゃない、うん、指とかで。やっぱ塗り方はもっとなんかあれない、こまめにやるみたいな感じ。確かにな。前さんって結構雑っすね。まあまあ隠すだけなんで。多分やっていけばもっと上手くなる。あ、俺こことか消したよ。あ、ただくぼみあるから。確かに。あ、前さんは確かにいいですね。ああ変わらないやっぱ。ちゃんとなんか顔全体に均一に塗ったらもっと綺麗になりますね。だから色にムラが出へんになるから。そう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 。なるほど。だからこのあとテカルにな俺。このおでこが。まあ確かに。そこも塗ったらテカルになるもん。まあ、だ塗ってまあちょっと粉ポンポンってやったりとかしたら。うん、だから結局そうですね。それでテカル。すごっ。確かに。こっちはちょっとまだあれやけど、こっちほぼ綺麗もんね、めっちゃ。うん、めっちゃ綺麗肌マジで。めっちゃ綺麗になってる。すごっ。まあでも確かに今の時代結構こう大事になってきとるからな。うん、マジでメイクすごいって思った。クレンジングパーマあったじゃん。これとかもあの白いほらあるじゃん。はい。あ、リザードンですか？あのクレンジ、あ、これこれですよ。俺が使ってる。これでやってやるときに。そうそう。これで、まあ、洗顔するときに。はいはいはい。やったら大丈夫。あ、クレンジングでメイクしたらこれない。そうですね。クレンジング。クレンジング。クレンジング。っていうな。あ、俺クレンジング持ってないからもらおう。そうっす。でクレンジングして洗、まあこれダブル洗顔不要ですもんね。うん。だから洗顔しなくていいって。うわ、洗顔の代わりにこれ一本でいける。そう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 、別メイクしてる。なるほどなるほど。そうっすよ。洗顔せんでいいんや。これはいいな。いらない。これね。そう。そういうことなんですよ。ああ、ちょっとメイクすごいな。いや、マジちょっとビビった俺も。いや、そうっすよ、ほんとに。うん。まあ、もうだから加工するみたいな感じで言ったら。うん。アプリで、その。めっちゃ綺麗。お前。いや、別にいいやん、これ。すごいぞ、これマジで。メイクって基本的に、その凹凸以外ってほぼ隠せないんだよ。いや、そうそうそう。今の現実、うん、技術でも。赤みとかは全部もう。そう、赤いのとか全部隠せるから。クマとかもね。へえ、めっちゃいいっすよマジで。だからちょっとやった方がいいなこれ、うん、正直その演者なんか特にやった方がいいな。いやそう、本当加工アプリ使うのと一緒やからほんまに。確かに。本当そう。それをもうずっとナチュラルできるわけやもんな。いやそういうことっすよ、マジでおすすめ。めっちゃ良かったわ、はい、メンコスルームツアーしてるちょっと良かったね。
これが今日一の、今日一の、まあ、あとあれですね、あの買ってもらった洗濯機ね。あーあー、これ高かったよ、これ確かな。これやばいな、でかさえぐいやろ、これマジで。のポイントのやつそうそう、ポイント、ポイント事件ポイント事件の、これ33万しますから、この洗濯機。いや、でも、なんか奥行きやばくないですか、この分厚さ。そうそう、ほら、え、何が違うの。いや、だから最新一番出したやつ、12月販売されたやつなんで。すごい、えぐ、これはもういいんや、使い心地めっちゃいいっすね。もうマジで大活躍、一番正解使って。この家総額いくら、まあ、え、でも結構えぐいんじゃね。もう結構えぐいっすよ。やっぱ IKEA もだって言って30万ぐらいしたし、うん、え、家電だけで100万いってますからね。洗濯機に負けてんの。いや全然、もうだってこのテレビはだって35万ぐらいしますからね、60インチ。うん、高って、その前にいたんだ。一緒に買う、覚えてないの。それしかな、100万ぐらい使ってましたよね、あの時。行きましたね、数百万の買い物だ。遅くなる。あれ、で、あの電子レンジをね、そこに置いてあるし。ああ、ありました、こう。ああ、買ってもらった。炊飯器。これがね、俺からして半年ぐらい前に感じるもんな。なんか、まあ、昔すぎるような感じするけど。結構前に、まあ、結構前。リアル1ヶ月、2ヶ月ぐらい。だから1ヶ月、2ヶ月やんな。まあ、多分、言って、うん。やっと落ち着いたんだね。そうそうそう、やっと。よかったね。うん。まあでも、マジで満足いく家。なんか、ここがお気に入りですね、この空間。まあ、そこで基本生活するわけやもんな、ほぼほぼ。基本的にもう、あの、こっち、こうやない。基本的にこっちいないっすよ、俺。そうなの。で、床暖？床暖っす、ここ。あったかい。床暖いないっすか。はい。まあ、でもあっちにないんで、寝室床暖がないんでね。あっちめっちゃ寒いんですよ。ゲームキューブの本当は2個ある？2個ありますよ。スナブラか。対決するじゃないですか。ちょっとやろうとしてる。今日のメイジンと。やろうとするもんな。メイジンだって遊びに来たわけもんな。メイジン遊びに来ましたね、ここ。え、メイジンが連絡来たってこと？いや、なんか名人が、いや、ロケマさん家行ってちょっとスマブラしようかなって急に言い出して、サブチャー取ろうかなみたいな。え、てか名人の家行ったことある人誰もらんの？いない、ない、ない、ない。入ったことないよ。入ったことない。結局だって動画でしか映ってないもんな。マジの未開の地やな。マジ未開の地っすね。え、だってまだ彼女にも会ってない。会ってない、会ってない。結局会ってないもん。めっちゃ言われますもん、名人の顔見ましたかみたいな。彼女の見てないですからね。いないんじゃないの。いやいやいや、いますよ、絶対。レンタル彼女。レンタル彼女。毎週。どんな見えっぱりなんですか。その時だけやん。そう思うけど、同じとレンタルしてる。えぐいね。それおもろいっすよね、マジで。謎謎。役作りすごい。確かに。ほら、毎週月曜日あげるって決まってるから、予約もできるじゃん。まあまあ、確かにね。だからストック取ってね。うん、確かに。やばすぎるけど、それは。でもこの絵誰も女の子なんで匂いも何もしないね。まあまあまあシールぐらいだよ、ちょっと俺怪しいんだもんな。いやいや、それ俺があったんですよ、ガチで。もう剥がしたいよね。全然剥がしいっすよ。まあまあいいいいっすよ、別にシール置いとってもらって。はい、まあでもなかったっすね。でも前の家も多分みんな気づいてるんですけど、貼ってあったんですよ。あ、そうだね、明かりに。そうっすよ、貼ってましたよ。まあこういうシールじゃないですけど、これロケちゃん趣味、まあ、趣味っていうか、なんかそのシールもらうんで、なんかどうしようかなと思って、なんか貼るとこもないんで、そこに貼ってるって感じですね。なるほどね、うん、面白いね。まあでもまあ よかったんじゃないですか、結構。そうですね、うん、普通に綺麗かったし。綺麗で、ほんとね。まだ、あの、本当に最近、あれですね、綺麗に保ってますね、汚れないように。ここで防音の、そんなにか、そんなにっすね、言って。静かでしょ、うん、まあでも、音しないっすね、全然、全く、うん、あと上の階に人がいないんで、足音もないんで。あ、そうなんや。そうっす、めっちゃ過ごしやすいっすね、本当。ありがたいこと。ね、なんかすごい編集今頑張ってるらしいしね。編集長だね、うん、ようやくっすよ。ようやく。ようやく。俺ら最近まで忙しい。いや忙しい。だからもうチャンネル3つぐらいガチガチで。だって全部週5ぐらい投稿してる。週5以上、週6とか。メイン収録で、サブも収録。毎日やろ。そう。サブも毎日。え、ほら、無人島終わったらへって言わないように言っとかないと。いや、でもあのやるものいっぱいあるんで大丈夫です。いや、ネクステはもう結局う、でも週3から週5に増やそうってなってるんで、もう絶対増えるんですよ、もう。ストック今、えぐいぐらいあるんで。はい、ネクステも毎日投稿したらマジ強いと思うんで。確かに。いや、まあでも、本当にそれが一番いいんですよ、本当に。いや、別に外出できればいける。いや、まあ、まあ、最終チェックだけなんで。うん、最終チェック。いや、まあ、前もってその編集が上がってきたら、こんな感じになれないなと思うけど、うん、難しいんやろうなと思うけど、でもなんかネクステの撮影日を週2に増やしたらいけるけどな。ああ、まあ、週に増やしたら全然よ。こっちのメンバーはいけるんですよ、それ。いや、あ、でも、そうね、こっちのメンバープラス、一人でも入ればもうネクステやん。そう、やったら、まあね、まあね。そう、だから、まあまあまあ、考えとるのは、週1を分けるみたいな、メンバー。ああ、もう全員集まらないです。そう、全員集まること自体をもう月に1回とかしよう。ああ、なるほど。ありかなと思って。その時は、別に、取れるもんね。取れるやんか。そういうのも全然ありやなと。それで、なんか全員のやつを1回挟んで、
で3人4人とかのやつ挟めばいいですもん。そうそうそう、はい、定期的に考えれるなと思って、うん、週2回やればネクステ回せるなっていうのは感じ取って。確かにこっちのメンバーは全員いけますからね。そうね、確かに、はい、そうね、俺も別にメインチャンネル別に余裕で撮れとるやん今、うんうん、すごいね。うわ編集長ほらまあまあ全然いけますよね、うん、まあまあいけます。最近だとほんま俺全然チェックしてないもん。どうだから1ミリも多分見てないっす。いやもう忙しすぎて。だから一人旅のやつを軽く最終チェックしたぐらいじゃないですか。まあまあチェックで、ね、もう時間がないっすよ普通に。やっぱり今冷静に考えて俺やってること多すぎるんですよ。まあ、まあ、だって5つぐらいやってて、ね、だ打ち合わせとかあるっすからね。他の仕事の打ち合わせも事業がどんどん増えてるじゃないですか、うん、もう増えるたびにそのグループラインが増えるんで。そうだね、やっぱやばいっすよね、うん、ずっと増え続けてるんで僕。そうだね、事業がどんどん。確かに今もう10個ぐらいやってるんで。さすがに無理じゃないですか。うん、あでも大丈夫ですか、うん。まあね。うん、光社長あのすごいのが入社6年目。うん、あ5年目ですね。5年目で。5年目で。あでもちょっとマネージャーを増やそうかなと思ってて。おお。今後。へえ。必要じゃないですか。もう正直足りないと思ってるんですよ自分で言うのもなんですけど。そうね。はい。ちょっとリアルに、うん。じゃないともうやっていけないですね。うん、まあまあまあ。え募集するんですか。いや募集はしないですね。はい。なんか適当に見つけます。骨使ってね。いい人見つけました。来年すごそうだね。えもうこれ最後ロケちゃんの。あ前さんのがこれで最後。いやこれは一応、うん、あのどっちものチャンネルじゃないっていう話。これサブのあれなんで、はい。これは最後じゃないですね。多分動画的には、はい。まだ年内僕のやつあるんで。おお楽しみ、はい。それはあのちゃんのさ枠が足りひんよな逆にも。そうまあなんか。でもかけへんレベルまでサブには取っとるよ。まあしかもその出さないといけないやつが多すぎるんですよねぶっちゃけ。なんかサブでも、まあ、枠がないんで水曜日と土日か、うんうん、しか枠ないんですよその。でもサブちゃんの乗り方すごいけどな。いやすくマジ結構やばいっすね最近、うん。でもないなんてすごく嬉しくないですか。いやそうっすね。大変って言ってたからさ。うん。あのこんだけだってサブちゃんに近いいると思ってなかったっすもん、ね。確かに。ちょっと前は。全然やる気なかったけど、確かにね、普通に。なんか、やる気なかったけど、でも、まあ一応、まあ個人のやつは取ってたみたいな感じですね。うん、その、だから週4はずっと上がってたみたいな。うん、で、多分ちょっと力入れ出して、週6ぐらいになって、うん。うん、で、なんか案外そのなんか、まあ個人のやつがちゃんとまあ再生数、一定数ではキープできてるのが良かったかなと思いますね。確かに。なんか、押していっちゃうのかなって、ぶっちゃけやっぱ心配してるとこあったんで。確かに。協力し合って。そうっすね。やっぱあれメインで出す予定だったやつは全部ちゃんと伸びるな。そうっすね。うん、こうなんかなんでか分からなく伸びるな、うん。まあやっぱクオリティ高いんでね。やっぱクオリティ高いやつは伸びるんやなっていうのはやっぱ、うんうん、あるな、うん。確かに。字幕があると思うとみんなあって。うん、まあネタ強いですからね。やっぱメインでやったのサブに行くって言っても、うん、言っても強いです。だって他のサブより絶対強いですからね。それで言ったらメインのだってやつですから、ね、正直。労力やばいっすあれだって。確かに休日とか1時間40分ありますよね。あれ1日かけ撮ってるのにサブ行ってますからね。編集もしてるし。あれやれえぐいっすよ。あれはね、駄菓子のやつもそうじゃないですか。でボスになれるかは。いや、絶対いいっすよ。うんね、でも結局大事なんで、それがやっぱ。うん、だからサブに強いの出すっていうのも、うん、サブチャンネルを強化するという意味では全然あるんですよ、まあまあ。そこ上げは大事ですから、ね。たまにサブに強いの来るってなって登録しようってなるやん。うん、普通そういう意味でもサブ大事ですね。でさその、うん、俺がメイン取りすぎてるんで、逆に。本当に普通に取りすぎてそのサブに出すよってやつを回したら多分25本とかなるよストック。まああるあるある。このメイン取りすぎとか。やばい。その中からその厳選していいのだけをもうできる限りメインに置くみたいなスタイルや。面白い。あとほぼ猫もねサブにしようと思ってあんまりできる限り。うん、ああ行っちゃうのか。まあでもね。うん、まあだからほぼ猫がサブで。まあ、50万当たり前なのに取ったらメインで1回ぐらい出せると思うんですけど、やっぱそれぐらいにならないとそれメインには、まあ、ネクステとサブで分かれることってもうメインは基本ビジネス要素強めにしようかなっていうのがあるんですよ、うん、もうその事業に対して影響を持つ動画を上げていくっていう、うん、そう、そっちの方が結果的に売り上げ上がるなと思ったんですよ俺は、うん、まあまあそうですね。そうそう、だからその中井ひかるを見たいわけじゃないと思って、うん、ビジネスやってる俺が見たいっていう人が多いんですよ、うん、だから今最近なんかメインチャンネルの男性層視聴率上がっとって今、うん、そう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 、だから女性向けの動画はもうサブかネクストの方に振っていくみたいな、うん、で基本的に身内乗りとかなしで、うん、まあそのヒカルって感じのザ・ヒカルみたいな動画をメインにして添えていくみたいな、うん、そうすることでちょっとやっぱもう分けた方がいいかなって思ってきてますよね。まあでもそっちの方が確かにできたんで、うん、でそうなんですよね。これでも100とかね、ネクステも100いきそうだし、うん、サブも100来年あ、いきます。全部チャンネル100万いきますね。ヒカル500いっちゃうでしょ。はい、すごくないですか。そうっす。そしたらね、はい、伸ばしたんでもなくなりますね。いやでもね、やっぱその俺も先を見せるなんてダメだと思ってて、なんか今はこの人気なやつっていっぱいいるじゃないですか、うん、10年後どうなるのって思うんですよ、うん、確
でも人生なんて60歳ぐらいまで続くわけじゃないですか、大体、うん、これだから10年後とかほとんどの YouTuber 終わってるんだろうなと思った時だし、うん、だからマジで俺らも考えてこないと10年間で6万サブって33とかやんか、30って言ったら俺の年ですよ。そうだからみんながおっさんになっていくわけやん、どんどんそうで、でそれってもう避けて通れへん道やんか、確かに、うん、だからその時にやっぱこう事業を転換させておくのが強かったりとか、まあ確かに、そう実は10年後とかに消えてくるのってやっぱジョイフルとのコラボやったりするんじゃないかなみたいな、だって10年後のマッチあるわけ、まあ、ありますからね、そう、うん、それがすごいですよ、あれ考えたらそういうのやっぱやっていかなあかんし、だから俺らもその先を見据えて戦っていかないと、うん、勝てないなっていうのはほんと感じてますね、うん、マジでシビアにね、うん、マジで10年の月日は長いんでね、うん、そう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 、ね、だからそれぞれ人気にね、そうですね、していきたいなっていう、うん、今ヒカルさんの応援する会社さん増えてきたじゃない、そうですね、前よりも、うん、アポとかも、まあ、ぜひって言って、うん、まあそうです、大事ですね、知名度えぐい伸びましたもんね、マジで伸びた、うん、まあ、めっちゃ伸びたな、確かに、うん、まあ、あとはだからあれじゃないかな、まあ、あの名人とかスタジさんの方のソロ、うん、もうちょっとまあ工夫して、まあ、若干正直俺が抵抗やったら伸ばせるやんけどな、まあ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 、ほんまちょっと考えれば、うん、もうなんか安定の顔してる俺は。でもまあぶっちゃけでもロケマンって本当数字持ってるっすからね、結果出しちゃった、今現状単純に彼女いるとか結婚してるってでかい3ですよ、だいぶでかいっすよ、これは本当でかいっす、だから名人が彼女いなかったら絶対もっとも数字出てつくんですよ、まあまあまあ、まあ、それってやっぱもう仕方ないことで、だって芸能の界でもそうじゃないですか、やっぱガチ恋の人がバーン離れるじゃないですか、それって俺結構でかいと思うんですよ、福山雅治とか やばかったよな、まあやばいっすね、あんだけ人気あったわけ、うん、でもあの結婚一つでドンってもう一気に落ちましたからね、そう今でもすごいやけど、やっぱどうしてもあの頃と比べたらやっぱ女性も離れましたからね、うん、そうそう思うもんね、やっぱりそれぐらいでかいんやろなと思って、うん、実際確かに、だからやっぱ光とロケマサはそこは強いですよね、うん、だからそれ言っちゃったら多分俺らも絶対一定数ドンって離れる、それは間違いない、うん、それってやっぱ難しいとこっすよね、こう人気商売やる上で、うん、うん、なりたい人いっぱいいるもんね、うん、だから彼女を作んないっていうね制約があるんですよ、自分の中で貸しとない、自分の中で作ってるんで彼女を作らないっていう難しいとこ、まあでも大事ですからね、大事マジでそれは、だって俺はプライベート捨てるしかないっていう、彼女よりも仕事は大事だと思っちゃいますもん、やっぱり全然今でも、うん、いやまあそうです、ほんとにいやマジで思いますよ、それはマジで、うん、その人気につながるのはそこにめっちゃあるんで、ロケマさんが特にそうっすね、うん、無理っすね、うん、俺だどっち選べてやったら絶対こっち取っちゃいますもん、うん、この YouTube でのこの活動、まあ、面白いもんこっちの方が、そうそうそうなんですよ、うん、なんか長いしな、こっちの方が、うん、なんか結局さ、うん、うん、まあたまにはね、女の子もね、まあ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 、そういう時はまあ、まえさんがえんまあまあまあ、うん、まあ頑張っていきたいです。なんか全員の個人のそのソロのやつも10万差して超えるようになったら本当やばいと思いますよ。ね、そこから10万から上げていけたら、うん、20万とか。そうですね。うん、上がっていくんだよ。むずいよね。組み合わせた方がいいんかなと思うけど。え？組み合わせた方がいいんじゃない？いいんかなと思うけどな。組み合わせ。組み合わせた。ああそうそうそう。ああ。名人一人単体じゃなくて。まあ絶対その方がいい。名人なんかもう。それだけで全然話変わってくるから。それは確かに、うん、そう。そう。それでなんかちゃんとある程度なんか。企画をちゃんとするとかスマブラとか出てきたみたいな、逃げなんですよね、あれ一番ダメですからね、正直だってあれで10万させていけるやついないです、本当に、ロケちゃん努力してるもんね、いや俺はスマブラ逃げないちゃんと決めてるんで大丈夫です、ゲームは伸びひんから、いやそうっすよ、ゲームは絶対やらんもん、やっぱ食べる系とか安定して数字取るんで、絶対食べるやん、食べるってマジでなんか分からん、数字持っとるやん、もっと絶対持っとる、マジで持ってます、もうなんか困ったら食べとけばいいっていう説もあるぐらい食べるには、うん、ないもんね、こけたもん、名人とか試しても最善取れないですもんね、もう彼女が出てないからやっぱり、いやもうそこはでかいと思うね、やっぱ、いやそうですね、やっぱクリッパーとかしてもやっぱ名人、初めてじゃない、いないやつ、何ですか、彼女がいないやつ、あーロケマスト、あーいや初めてない、でもなんかその何回かあったやん、うん、そういう何回かありましたけど、そっか、うん、うん、メジもちょっとやばいんじゃないかってことでスマブラに逃げたんじゃないですか、一回ね、一回彼女が逃げてスマブラに一回ちょっとアクセント、そう一回ね、うん、名人の良さが出てないもんな、そうなんですよね、うん、ほんまにな、うん、正直な、うん、名人の俺らが一番面白いと思った部分が別に出てないよ、うん、まあまあまあ正直一番爆笑無視みたいな、うん、まあまあ確かに別に名人のノホホンとした姿なんか見たくないよどっちかというと名人のやっぱそのやばいなんかのまあまあそうですだからああいうなんか俺に対してなんか暴言とか結局おもろい、そういうのドッキリというか限りなんかやってるとか、ああいうのが人気ですからね、男ファンめっちゃ多いやんか実は、うん、眠っとるとか潜在的に名人の男ファンめっちゃ男性ファン多いっす、本当にそうだから完全にやっとくと女性向けやだからそのマッチしてるやんミスマッチしてるやんか確かに名人はもうバリバリ男向けのやった方が伸びるやん絶対、うん、確かに、まあ、いきなりさもう前さんあの
前さ、なんか暴言吐いてみたとか、なんかタメ口使ってるとかや、まあ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 、確かに、まあ、まあ、そっち系やわな、そっち系とか、勝手にな、前さんの財布から1枚抜いて使ってみたとか、そっちの方が絶対おもろいやんか。はいはいはい。でもまあ、それをやっぱその、やるとやらへんかやから、うん、そっち全然伸びると思うけどな。うん、名人やっぱそうおもろい、そっちのやっぱその、まあそっちの路線ですね、確かに。だからその、タメ口とか使った時面白さパンパンやん、名人って。まあすごいっす。ミクル君の時とかもやっぱおもろかったよ。まあおもろかったあれめっちゃおもろい。あ、ログナさんおらんかったもんな。うん、あれやばいな。まあやばかったな、あれは。あ、そう考えたらあるね、名人の。いや、ありますけど、それは出せてないだけですよ。そうですね。単純に。良さがね。うん。まあ、ああいうところも、まあ、その、やっぱ最初の方は、インパクトすごかったから見てましたけど、やっぱ、あれがずっと続くと、やっぱ、あれじゃないですか。うん。のほほんとしてるの。そうそうそう。それはもう、しゃあないやな。まあ、しょうがないです。普通に。うん。まあ、でも、分かってよかったじゃないか。新年から。ね、新しくてね。うん。まあまあ、サブちゃんはまあ、じわじわ伸ばしていくつもりなんで、うん、まあ、定期的にメイン級出しながら、うん、そう、まあ取ろうと思ったら無限に取れてまうからな。取れます、ね。無限に取ろうとも取れるし、なんか、まあまあまあ、最近思ったよ、なんか希少価値って大事だと思うけど、俺も最近チャンネル出過ぎとうから希少価値とかないやん。だから特別感はないけど、でもそれでもなんだかんだ数字取るから、まあまあまあ、関係ないんだろうなと思った時の俺やな、うん、リアルな話。まあ、何個チャンネル出とこうが見る人は見るんやなみたいな。まあまあまあ確かに。そうそうそう。だって俺一時期だってもう3時間分とか出た時あったよ。サブとメイン、ネクス全部重なってる。ああ、あった気がする、なんか。ありましたね。全然あるやんか。うん、相手のチャンネルも出とったんだから。4チャンネル、5チャンネルに出てる。4チャンネル、5チャンネル、1日出るって、冷静におかしいやん。うん、でもそれでも全然成立しそうって考えたら、あれなんやろうなと思って。クオリティなんやなと思ったの。うん、結局、うん。面白ければ見るし、みたいな。まあ、クオリティ高かったらやっぱ後伸びしますね。そうそうそう、サブで出して思うのは。結局、初速悪くても、後で再生されて、評価されるっていう。面白いから見ようかなっていうのもあるんですか。うーん、まあまあ、なんか YouTube 側が多分ね、なんかおすすめに表示するんでしょうね、なんかいい動画を。そういうのは絶対あると思うな。確かに。あ、でも急上昇乗りやすいな、サブとかの方が。うん、メインって急上昇マジ乗らへん。乗らないし、サブやったら乗るやん、乗りますね、結構。そうなんだ。結構乗りますよ。何万人記念とか乗ってましたもんね。あ、乗っとったよ。乗っとった、乗っとった。そう考えたらサブの方が新規取れるなっていうのは思います。銀の盾とか来んの、もういらないっす。いや、金とかじゃないですか、もう。でも、あるんじゃないですか。でも、100万いって申請するんですよ、こっち側が。うん、そうそうそう。そうしたら、多分来ます。来ます、ね。だから、光ゲームズとネクスト、両方100万とか全然ありますから。すごいね。並ぶね。え、また、あっち有楽町行っちゃうの？いや、行かせない。まあ、もう次はもう。それ取ろうと思ってますけど。うん、まあ、取って、なんか どこにやるか分かんないですけど、まあまあ、面白いね、本気取り行ってみようかなっていう。100行きたいですね、両方とも。100行ったら YouTube ファンフェスタもね、うん、呼ばれる可能性ありますか、ニクステ。お前、Google、お前ほんまやれよ、ちゃんと。お前さ、お前ほんまに、お前さ、マジ見る目ないな。ほんまに、ここまで影響力なかった俺を呼ばへんってどういうこと。マジで。お前ほんま見る目ないな。でもどっかでなんかほら、なんかあれがある。いや、あると思うんですよ、本当に。もうそろそろ、本当に。あるんじゃないかなって。そういうの頼むぞ、ほんまに。うん、来年な。よろしくな。だって500万、100万、100万ってちょっと呼ばざるを得ないでしょ、もうさすがに。いや、マジで、お前ちゃん仕事しろよ。ほんまに。この戦いも面白いから。頼むぞ。呼ばれたら光くんいかないとかさ。いや、でもなんかもう力で、やっぱねじ捨てるしかないですよ、本当こういうタイプって。はい、もう力で、もう、呼ばざるを得ない状況にしないと、呼ばれ、来ないんですよ、もうそれ。視聴者のみんなに伝えたのは、俺らのことを人気にすればするほど、もっと面白い展開見れるから。まあ、確かに間違いないですね。そう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 。もう、おもんないよな、もう正直 YouTube、このぬるま湯でさ。まあ、やっぱ刺激がね、盛り上げようぜ。あった方が、活性化しますから、全体が。確かに。面白い。でも、ひかるくん、ちょっと呼ばれたら行く？いや、ちょっとまあ考えますよ。言うといて。やっぱね、言ってもまあ俺も仕事いっぱいあるんで、まあまあまあスケジュール空いてたね。幸せで、はい、あのメリットないと思ったら行かないです。メリットがあると思ったら行きますよ。で出方っすよね、結局。まあまあまあ、どんなでかい差し入れのっていうところ、結局。いや、こんだけもったいぶってさ、ちょい上げ出されたの。まあそれはないっす、正直。ほんま見る目はやってるやん。それはないっす。いや、リアルにセンスないんですよね、あいつらマジで。ほんまに。人選の。いや、なんでここ呼ぶみたいな。でも確かに。一番影響力ないやろ、こいつらみたいな。なんかとりあえず100万いったらいいと思ってるみたいな話はある。ああ、確かに。どう考えても俺の方が盛り上がるのにってとも言わない。でも、それはマジで思わない。それはあえて、やっぱその、ヒカキンさんとの共演も避けてるんかなと思うんですよ。まあ、逆に空気読んでるっていう。そうかもしれないじゃないですか。逆にセンスあるかもな、お前ら。
逆に思われるなって今言われっぱなしだけど実はヒカルさんって思ってる。まあまあまあ、で行かないとか言うやつはあーみたいな。いや分かんないですよそれは。どうせ俺ほんまちょっとオファーがあって断っとって裏でね、裏でずっとオファーしとるけど裏で来たのにずっとこのキャラ出しとるんでそれで Google どうぞ悪く言ってますどういうことクソ最低なやつやな。そうそう怖いかもしれないね。まあでもなんかそのこんだけ年数重ねても、うん、まあ、YouTube を定期的にそう沸かせる存在ではありたいなっていうのは思ってますね、うん、ダークホースみたいな、うん、その違う路線でねまた、うん、そういうのはやっぱその心がけて、あとはやっぱこの自力をつけるっていうのがテーマにあるから、うん、メンバー全員上がっていくっていう、うんうん、まあ、それはでも昔よりはだいぶ進んだかなっていうのは思ってるんで、そもそも昔は個人で動画撮ることもなかったし、うん、サブチャンネル もう全く機能しなかったよ、うん、で今はもうちゃんとサブチャンネルが出るし絶対 に、 確かに俺が撮れなくても絶対週4本は絶対出るわけや、うん、それだけでもまあ大きな進歩やし、うん、そう今それが週5とか6とか出るようになったんで、うん、成長は著しいなっていうの思ってるんで、あとでも最近アップでもやっぱね、なんかもっと若いやつ欲しいなっていうのを思ってきてはいるな。ああ、そうそう、やっぱ俺らも年齢重ねるごとに若さってやっぱ一番の力やから。ああ、確かに。そうだからやっぱそれが一人おるだけでやっぱ全然見え方変わるやん、うん、やっぱりそういうのはやっぱりなんか探していってる若者、いやでもそれこそ小田家みたいな20歳ぐらいの、そうそう、若くてもうビジュアルも高いやつがおるだけで、うん、やっぱ見方変わってくるから、おー、そういうのはやっぱ大事なんかなとは思うな、うん、確かに。はね、うん、いいのおったら、うんうん、そうそうそう、ない来年とか。まあでもやっぱ本当にそれすぐ人生が難しいんですよ、うん、本当に。そう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 、それはほんまに難しいんで、そこは慎重に。確かにね、いい人がいたらっていうのは思いますけどね、逸材が、逸材がね、やっぱね募集はしないもんね。募集はしないですよね。まあ別にその男でやる人もないですけどね、別に女の子でもいいんですけど、まあなんか若い数を吹かせないと、やっぱその TikTok とかをやろうと思ったら若くないと無理だと思うんですよ。まあまあ確かに TikTok はそうですね。そうそうそう、これから TikTok とかもっと新しいその若者が使う SNS を使いこなせんだから勝てへん時代になってくると思うから、うん、って時にやっぱそこってやっぱもう30歳から頑張るってやっぱきついんですよね、うん、でも若者じゃないと、そうとかは思いますけどね。でも1月から結構いろんなのあるじゃない、企画を。はい、うんうんうん、結構ありますよね。確かに、ね、もう来年半分すごいな、ヒカル君は結構。いや、しかも来年夏は俺もあの本で出すんで、本出してホストもやるんで。ああ、確かに結構やばいですね。確かに結構やばいですね、うん、本結構ガチガチで俺行くんだよ、ね、本当に。だから夏に向けて影響力を高めとかないと、もうそこはマックスぐらいの、うん、マックスというかそこから上がっていく感じでしたね、もう。そう、そこまで仕掛けたいなっていうのはあるんで、うん、結構その準備段階がいろんなのが来てますよね。なんか来てます、カレンダー見てるとね、なんか、うん、まあ、予定はだいぶ詰まってますね。詰まってきたね、いろんなこと、はい、すごいな、まあ、いろいろ挑戦ですね、あ、うん、結局は、うん、やっぱ今の時代はね、やっぱその若者の層が増えたなと思うんですよ。俗に Z 世代みたいなやつらが増えた、はいはいはい、うん、出た、 Z 世代、うん、さっき知ってる、ちょっと知らないけど、なんかその YouTube を若者は当たり前に見る時代になっちゃってるんですよね、まあ、その一番 SNS を使う世代がもう YouTube なんですよね、 TikTok と、うん、だからそこの母数がもうめっちゃ増えたんですよ、うん、ここ最近で、本当に。だからそこの層をつかまないと再生数伸びないみたいな時代が来ちゃってるなと俺思ってますね、うん、俺らのメイン層って基本的に2、30代、40代なんですよ、うん、20代後半から30代と40代前半、もうここがメイン層なんで。でも実際一番母数がいるのが10代から20代の前半なんですよ、うん、だからそこにリーチしないと再生数200万300万取りづらくなってるんで、そう、だからそこは俺らも考えていかないといけないなっていうところではありますね、数字だけ見るなら、うん、難しいですねそこは本当に、面白い。まあでもまた来年ちょっと10代といろいろ絡むこともあるだろうし、まあそうっす ね、 ね、10代絡もうぜ、ちょ絡みたい10代言ってきて俺え、まあ、いっぱいいるでしょうね、本当に絡みたい人は。まあでもこの後の企画を楽しみにしてほしい。まあそうですね、いろいろね、うん、やると思うんで。だってロケマサ君がしたかと思ったら小田家がいるんだもんね。小田家20ですもんね、ま、21ですね、21、まあ、それ大きな武器になるな、うん、若すぎるな、若いし、すごいね、お兄ちゃんに見えない、なんか入社5年前これなんか首かしげたけどお兄ちゃんに見えないですね。お兄ちゃんね、うん、お兄ちゃん、ね、まあやっぱり、うん、
若手いりますよね。普通で新入社員って入ってきますからね、普通会社に。俺らが新入社員来ないんで。5年以内ってことですよね。佐々木さんが新入だったんじゃないですか、まあまあまあ、新入社員ではないよ、まあ、確かに。ヘッドハンティングして。社会取締役みたいな。佐々木さんそう考えたら、こう俺らも新入社員を迎え入れて、そうだね、やっぱ新しい活動化していかないといけないなと思いますよ。まあまあまあ。しかも、なんだかんだ作業足りてないしな。まあまあ、足りてない。やることいっぱいあるよ。まあ、正直に。結局足りてないから。うん、でも、できればなんか、親族とか身内系の人が理想やけどな。まあね、俺は確かに。そういう人が増えた方が、かかりやすいよ。まあ、間違いない。それはありますよ、ね。信用もあるしさ、誰かの親族とかの方が楽やん。うん、誰かとなんか関係値が深い人が入ってきた方が俺は、はいはいまあ、信用できますもんね。そうそうそう。それはほんまそう。確かに。全く知らない人が来るよりか5年とかって長いよね。この人と5年とかぐらい一緒に入れないとダメだよね。2、3年でもみんな変わっちゃう人じゃん。そうそう、それが大事ですね、本当に。うん、まあでもそれが一番むずいですよね、その見つけるのは難しいです。俺らしかも不規則なんでね、生活が、うん、そうですね。だって全然苦じゃないもんね。うん、全然苦じゃないですね。ね、まあ、そういう面で変わったメンタル持ってるやつじゃないと多分続かないですよ、俺らのチームじゃ。うん、普通にな、その無理っす。そのしんどいことあるし楽しめへんかったら、うん、きついというか、それはほんま思うな。不思議だね。うん、あとまあこうやって家突撃されても平気なやつですね。アポなしで急にある種心臓つなげる調査兵団みたいな。まあでもそうっすよ。でそれはそうじゃないと、そう。いやプライベートと切り売りしないと。やっぱりそうっすね。もう YouTube そこやもんな。うん、最低限な。まあ人気があれば見たいよね、そういう人たちのね。うん。そう、やっぱずっとやっていくことを前提のやつじゃないと嫌やな。そうです。だから途中で抜けられたりとか、そういうなんか他に野心がある人はもうちょっときついんですよね。もうそれやったらもう一生関わっていける人じゃないと。そうそう、一生やっていこうっていうのが前提である方が俺らもな。はい、やりやすいです。やりやすいしな、うん。向こうもそっちの方が関わりやすいじゃないですか。そっちの方が面白いしな、俺ら自身やっとって、うん。途中で抜けるんやったらもうい、うん、なんかまあ、いやだね、はい、もういらないです。はい。いらないです。いらないです。枚数のあの画像硬いんで邪魔やろ、そんなに。いやいや、確かにそうっすよ。でも今いっぱいいろんな人関わってくれて、まあまあそうっす。なんか今のメンバーはもうまあ家族じゃないですか、もうぶっちゃけ正直、うん、関係中だから、それぐらいの関係中の慣れる人じゃないともう厳しいのかなと思います。本当僕らとやるの、うん、うん、夜遅くても全然。でもネクストって過去のやつ見返したらさ、全部100万超えたんだ。いやそうっすよ、本当。いやその昔俺のチャンネル、メインチャンネルに載ってるやつ、第1回ネクショーギルとか184、178、200、167、186、173、全部100超えたんだ。200万近いん。あ、じゃあ今年で201年また経ってる。ネクストって地味にすごいんかなっていう。そのこれ、チャンネル別にしとったら、もしかしたらもっとすぐバケとったかなって。今しかも再生登録者とかもちょっと伸びたんだ。まあ伸びた。投稿頻度上げてから。だからネクストで毎日投稿にしたら、マジでバケるんじゃないかって設定で出始めちゃうんだ、ほんまに。え、だって今無人島であれだけ毎日で、いやそう、いやそうっすよ。でもあのクオリティ毎日出したら多分もう死ぬ。絶対エグいことなんじゃない俺は死なないですけど、多分害虫が死ぬ。あれ、なぜ害虫は正直お金の力で増やせるって。まあまあそうかそうか。正直ネクステってぶっちゃけもうお金かけ続けたら無限に何でもできるんですよ。俺もう月3000、5000使ってみてほしいんで。リアル、俺もそこまで言っててもネクステ、まあ、でも大和田企画を強させるつもりなんで、どれくらいの頻度でやるかですよね。まあできればやりたいですけどね、確かに。ああいう感じの。でも登録者増えたら、もっとメンバーもやっぱちょっとやる、うん、まあもちろん。行こうぜっていう感じで。確かに確かに。再生されるわけやもん、それがもう。ネクステってマジ未来あると思うわけ。だからエグいメンバー揃えてしまったから。確かに。マジで。その、やばいのが、俺とラファさんで大人の男取れるやん。うん、ここでまず、うん。で、6マスの三清田で若いファン取れるやん。うん、相馬さんでもまあおもろいやん。その笑いを取れるやん。まあ、確かに。そうそうそう。その、言ったら一番その、笑いのポジションを相馬さんが取れるわけやん。うん、だから結構そこだけやばいと思うよ。やばい。そう。確かに確かに広いね。うん、で名人やっぱ一発あるしな。いや一発。名人だからそこでしかないからね。その一発だ。ホームラン打つことですかね、名人を。名人一発あるからホームラン。はい。それってやっぱメンバーに一人ぐらい欲しいんやな。うん、確かに。いないですよね、あのタイプって。そう。内戦で10個頑張っても勝てないですよ、名人。一回全部。まあインパクトもあるんで名人やっぱ。おるだけでオッケーみたいな、そういうポジションや。喋らなくてもオッケーですからね。メジャー逆に喋んないからなんかいい味出してますもんね、その一発が、うん、確かに喋りすぎたらちょっとダメですからね、うん、メジャーは喋りすぎたそこはほんまあるから、ね、持ち味はやっぱ大事なんでね、まあ、ネクステマジ来ると思っとるな今俺ほんまに。私今回でもスポンサーさんがすごかったなと思った、うん、あ無人島の、ね、無人島のだってあれ来てくれ、ああいうのも YouTube 初めて、いやもうすごかったですよ、本当ありがたかったですね、あれは。あマジでその今グループ YouTuber でこう2022年次誰が来るんかなってなっとると思うけど、まあ、100% ネクステやから、ネクステをもう全力で
拡散していってほしいなっていう、うん、まあ、そのネクステの TikTok 今動いてないから、うん、TikTok の切り抜きとかも拡散してほしいし、その SNS で、まあ、ちょっとインスタにしてもこの Twitter にしてもどんどんそのアカウント10個くらい持っといて1人10個くらい持っといて、ほんまになんかいざとやってやったって言ってたのに、そのもっと切り抜いたりとかいい部分出したりとか、なんかそういうその若い女の子の力で、うん、その増えていくもんやから、まあまあ確かに、そういうそのジャニオタのファンみたいな人いるじゃないですか、うん、でもそんなんが歴史では足りないんですよ、やっぱ、うん、圧倒的に、まあ、そうですね、そう大人のファンはめっちゃ今ついてるんですけど、うん、若いファンいないんで、若いファンの少数の人たちがその新しい若い方を取り込んで学校の話題にしたりとか、うん、俺らもまじ投稿頻度増やしたりとか、そのまあ話題になるような、うん、そのイベントごとのイベントみたいなのやっていくから、うん、そういうのちょっとねしてほしいなっていうふうに、確かに、えイベントもない、あイベントもするから、定期的にイベントはする予定でも確実に、そうだからネクステ会えるようになるから、そういうのも込みでちょっとね定期的にやばいぞ、そうやるから、まあ、教えてほしいな、いやマジでどうせ人気になるから、どうせあの今押さへんかったらどうせあの回り回って半年後ぐらいに、まあ、どうせお前らミーハーやから結局あの人気あるから押しとこうみたいな感じ、どうせなるから、まあね、そうなる前にあの、うん、小山を名乗っといてほしいなって、うん、どうせなるから結局、うん、だって今登録者49万で再生数49万取りますからね、いやもうすごいっすよ、普通に考えたらおかしいんですよ、うん、普通は1対1か、そうそうそう、だからちゃんと再生されてるんで、うん、中身がいいから、そうだから本当にそんな感じなんで見てくださいね、まあ、ネクステもこのサブちゃんもそうですね、全部ね、うん、全チェックでお願いします、はい。